太郎さんを囲む武藤破産姉妹です。もう入りたい政党もない、このまま無所属で行くのかっていう、もうなんていうのかな、詰まっちゃってる時に令和に出会えて、やっと本当に心から一緒にやりたいグループに出会えたなって思いました。もし僕が日本の未来とかに希望を感じてたら、今こんなこと多分やってないと思うんです。僕にとっての希望って、この国に生きる誰もが今日生きること、明日があること、明日が来ることに対して希望を持てる社会。チャンスって言いたいともいいと思うんですけど、その希望ってチャンスがあること、でチャンスがあるからアクションできることじゃないかな。まあ、私自体は常に怒り狂っててですね、本当にこの世の中が地獄だって思ってますし、でも活動をやめようって思わないのは、ボランティアの人だったり地元の人だったり、そういうところになんとか希望を見出して、諦めずに奇跡が起きるまで戦うって思った時に勝てるんだなって、私たち次に進めるなって。特に消費税廃止っていうことを何度こう一生懸命言っても、やっぱりなかなか信じてもらえないというところもあって、いろんな苦労しました。だけどそういった苦労が全然苦にならないんですよ。大事な政治のプロセスだっていう実感しながらやってるから、みんながそれに気づける、あるいはそれを大事にしようと思えるような支えをしていくっていうのが政治の役割だと思うし、今回のコロナって人間からコミュニケーションというものをこう徹底的に奪っていったじゃないですか。身近に手が届く範囲のコミュニティがその人の生きがいになるし、あるいはそれがセーフティネットにもなるっていう、ここにつなげられるのは令和しかないなと思います。